メリッサ・ビビアン・ジェファーソンは、リゾの名で知られるアメリカ合衆国の歌手、ラッパー、作曲家、女優、フルート奏者である。ミシガン州、デトロイト生まれでやがて、テキサス州、ヒューストンに引っ越し、そこで音楽を始めた。後に、ミネアポリスに引っ越し、音楽家として活動するようになった。リゾ・ヴァンガーズと、ビッグ・ガール・スモール・ワールドの2枚のスタジオアルバムを出した後、ナイス、ライフとアトランティックレコードから楽曲をリリースした。2016年、初めてメジャーレーベルから EP、ココナッツオイルを出した。3枚目のスタジオアルバムである Cause I Love You のリリースにより、商業的成功を収め、この作品はアメリカのビルボード200で5位以内に入った。このアルバムからは、ジュースとテンポという2枚のシングルが生まれた。このアルバムのデラックス版には、リゾの2017年のシングルである、Truth Hurtsが収録されており、この曲はインターネット上で思いがけないヒットとなって、発売から2年後にアメリカのビルボード HOT 100にチャートインした。この時期には2016年のシングル、Good As Hell もチャートを上昇し、全英シングルチャートで100位以内に入った。リゾは第62回グラミー賞で8部門にノミネートされ、この年最も多く候補になったアーティストとなった。Cause I Love You デラックス版で最優秀アルバム賞候補、Truth Hurts で最優秀楽曲賞と最優秀レコード賞、最優秀新人賞の候補になったほか、最優秀アーバンコンテンポラリーアルバム賞、最優秀ポップソロパフォーマンス賞、最優秀トラディショナルリズム&ブルースボーカルパフォーマンス賞を受賞した。歌とラップ以外に、リゾは女優としても活動している。アニメ映画、アグリードールで声優を務め、実写映画、ハスラーズにも出演している。2019年に、タイムは人気爆発と音楽界での活躍を称えて、リゾを今年のエンターテイナーに選んだ。メリッサ・ビビアン・ジェファーソンは1988年4月27日にミシガン州デトロイトで生まれた。10歳の時に一家がテキサス州ヒューストンに引っ越しをした。リゾはヒューストンの南西部にあるエイリーフに住んでおり、10代の時にラップを始めた。14歳の時に友人とコーンロークリックという音楽グループを始めた。この時にリゾというあだ名で呼ばれるようになったが、これは JZ のIzzoに触発されたリッサの変化系である。エイリーフのエルシク高校を2006年に卒業した。その後、ヒューストン大学でフルート奏者としてクラシック音楽を学んだ。父が亡くなった後、21歳の時には音楽業界に入るべく努力しつつ、1年間車中生活をしていた。2011年にミネソタ州ミネアポリスに引っ越した。ミネアポリスに住んでいるとき、リゾは全員女性からなるリズム&ブルースの3人組であるザ・チャリスを結成し、2012年にはファーストアルバム We Are the Chalice を発表して地元で話題になった。ソロのヒップホップアーティストとしてのデビューアルバムであるリゾ・ヴァンガーズはレーザービークとライアン・オルソンのプロデュースによるもので、2013年10月15日に発表された。ガーディアンのキリアン・フォックスはこのアルバムに星5つ中4という評価を出し、地に楽しくナンセンスである一方、リゾの意識の流れ風なライムは鋭く、急所つくものにもなりうると述べている。このアルバムはミネアポリスの地元紙であるスタートリビューンのツインシティーズクリティックスたり2013リストにも入った。バッチズ&クッキーズ、フェイディット、パスパスイズ&ハッピーミールズ、パリスのミュージックビデオが制作された。リゾは2013年にハーマースーパースターのツアー前座としてアメリカとイギリスを巡業した。2013年にタイム誌は2014年に注目すべき14名のアーティストの一人としてリゾを選んだ。2014年にリゾ・ヴァンガーズはバージンレコードにより再発売された。この年にリゾはセントポール&ザ・ブロークン・ボーンズと共演し、A Change Is Gonna Comeを一緒に歌った。パフォーマンスするリゾファーストアルバムを出した後、リゾはすぐ新曲を作り始めた。2014年にリゾはスタイルリクの What's Underneath プロジェクトに参加し、自身の体との関係を語るに際して服を脱いだ。この経験に触発されて、マイスキンを書くこととなった。この曲についてリゾは、セカンドアルバムの主題になるものだと述べている。バイスのインタビューで、リゾはボディイメージについて、朝起きた後に自分の見た目についていろんなことを変えるのは可能なんですけど、でも自分の肌身の状態で起きるほかないっていうのは、みんなが一様に経験することでしょうと述べている。2014年9月に、リゾはザ・チャリスのメンバーであるソフィア・エリス及びクレラ・ドリュヌと一緒に、プリンス&サード・アイ・ガールのアルバム、プレクトラム・エレクトラムの曲、ボーイ・トラブルに参加した。プリンスと一緒に仕事をした経験について、リゾは、シュールで、ほとんど、おとぎ話みたいであり、絶対に忘れられないと述べている。2014年10月7日、リゾは、レイトショー with デイビッド・レターマンに音楽ゲストとして出演した。リゾのセカンドアルバムであるビッグ・ガール・スモール・ワールドは2015年12月11日にリリースされた。スピンはこのアルバムを2015年のベストヒップホップアルバムリストの17位に選んだ。ペーストのヒラリー・ソーンダースはリゾの同じような粘り強さでラップし、歌う能力を評価した。ユア・スミスと共同したレッド・エム・セイは、ブロードシティ第3シーズン第1話で使われた。パレスシアターで歌うリゾ2016年、リゾは MTV の音楽番組で短命に終わったワンダーランドのホストの一人を務めた。同年にアトランティックレコードと契約した後、リゾは最初のメジャー EP として、ココナッツオイルを2016年10月7日にリリースした。グッドアズヘルは映画バーバーショップサンリニューアルのサウンドトラックに収録されており、2016年3月8日にはココナッツオイルからのリードシングルとしてリリースされた。歌詞の点では、この EP はボディポジティブの考え方や自己肯定といった理想への道のりをテーマとして追求している。ココナッツオイルは音楽批評家から好意的な評価を受けた。ナイロン誌ではアルバム名の元になった製品同様、リゾの最新プロジェクトココナッツオイルは健康な生活に不可欠だと評された。ローリングストーン誌の2016年のベストポップアルバム20ではこの作品が14位となった。この EP のプロモーションとしてリゾは2017年にグッドアズヘルツアーを行った。5月にリゾはジ・インファチュエーションが毎年実施しているフードフェスティバルであるツコンのヘッドライナーを務めた。さらにルポールのドラーグレース第10シーズンにゲストジャッジとして出演した。2018年初頭にリゾはハイムやフローレンス&ザ・マシーンとツアーをした。体型に関する問題について小さい頃から悩んだ結果、主流メディアから注目されるにつれて、リゾはボディポジティブ思想や自己肯定を訴える活動をするようになった。身体、セクシュアリティ、人種などに関して多様性を自らの音楽の焦点にするようになった。バックアップダンサーであるビッグガールズはプラスサイズのダンサーで構成されている。様々な体型を平等に扱い、個性を尊ぶべく、リゾはモッドクロスのセイ・イット・ラウダーキャンペーンに参加したが、これは2018年6月11日に始まった。同じ月に、リゾはニューヨークプライドのプライドアイランドイベントのパフォーマンスで、グレース・インソニアがニューヨーク州立ファッション工科大学のファッションの未来上のため初のプラスサイズ用の衣類としてデザインした服を着た。リゾは2018年6月のティーン・ボーグ音楽特集号で紹介された。2018年のパフォーマンス2019年には音楽プロジェクトに加えてリゾは演技に進出し、アニメ映画アグリードールに声優として参加し、また犯罪映画ハスラーズに脇役として出演した。ジュースは3枚目のスタジオアルバムからのリードシングルとして2019年1月4日からアトランティックレコードからリリースされた。翌月、リゾは新アルバムのタイトルが Cause I Love You だと告知し、2019年4月19日に発売となった。このアルバムをリリースした後、初めてコーチェラフェスティバルでパフォーマンスをした。Cause I Love You のリリースにより、主要メディアがより、リゾに関心を抱くようになり、キャリアの転換点となった。このアルバムは、ビルボード200で、初登場6位となり、発売3ヶ月後、最終的には、チャート4位となった。リゾの楽曲、トゥルースハーツは、TikTok ビデオ共有アプリで、インターネットミームが広まるきっかけになった。この曲は2019年の Netflix の映画、サムワン、グレートマイナス輝く人に、マイナスでも使用された。このため、本来は2017年のシングルだった、トゥルースハーツは、Cause I Love You、デラックス版に収録され、シングル版は、バイラルスリーパーヒットとなった。こうして、Cause I Love You に対しても注目が集まるようになり、ビルボード200のトップ10に数ヶ月間止まった。トゥルースハーツは、リゾの初めてのビルボードホット100No.1ヒットとなった。この曲は、ビルボードホット100で7週間、チャート1位となった。これにより、リゾは、リアーナの2012年のヒット曲、ダイヤモンズ以来、初めてビルボードホット100の1位を獲得した。黒人女性ソロ R&B 歌手となった。1週間後の2019年9月9日、Cause I Love You は50万以上のアルバム相当単位を売り上げ、アメリカレコード協会のゴールドディスク認定を受けた。トゥルースハーツのミュージックビデオでは、リゾが自分と結婚する様子が描かれていた。インタビューで、リゾは当時自分の楽曲の中では最高の出来だと思っていた。トゥルースハーツが当初あまり成功しなかったため音楽業界での仕事をきっぱりやめようかと真剣に考えたと明かしている。リゾはフルートを演奏する技術を有していることでもよく知られている。小さな時から演奏を始め大人になるまでフルートを続けていた。愛機にはサーシャフルートという名前をつけている。2019年のベッドアワードでトゥルースハーツを演奏した時など数回フルートを公の場でのパフォーマンスに組み込んでいる。このベッドアワードの演奏はスタンディングオベーションを受けており、この時はリアーナも立ち上がって喝采した。美少女戦士、セーラームーンのコスプレをしてフルートを演奏するパフォーマンスで話題を呼んだこともある。2019年の夏の間、リゾはグラストンベリーフェスティバルのウェストホルツステージをはじめと、する様々な場所で頻繁にパフォーマンスを行った。インディアナポリスとサクラメントのプライドフェスティバルではヘッドライナーを務めた。2019年7月23日、リゾは2019年の MTV ビデオミュージックアワーズで MTV プッシュアーティスト賞及び最優秀にノミネートされた。受賞式ではトゥルースハーツとグッドアズヘルのメドレーを歌い、このパフォーマンスは高い評価を受けた。この時期に2016年のシングル、Good As Hell も世界のチャートにランクインするようになり、ビルボードホット100でトップ3に入り、全英シングルチャートでもトップ10に入った。第62回グラミー賞受賞式でのリゾは2019年12月21日に音楽ゲストとして初めてサタデーナイトライブに出演し、この時のホストはエディ・マーフィだった。2020年1月にリゾはホームフェスティバルでヘッドライナーを務めた。シドニーオペラハウスでも公演を行った。リゾはアマゾンスタジオとテレビのプロジェクトに関する契約も行っている。ジェンダー及びセクシュアリティについて質問された際、リゾは個人的には一つだけに絞る気はありません。だから、LGBTQ の色はレインボーなんでしょ。スペクトラムがあるのに、今のところみんな白黒みたいにしておこうとしてばかりなんです。私にはそれじゃダメですねと答えている。リゾには LGBTQ のファンも多く、ファンはリズビアンズとも呼ばれている。2019年6月、現代の LGBT 権利運動における分岐点と広く考えられているストーンウォールの反乱の50周年記念を祝うにあたり、クイティはリゾープライド50のすべてのクイアな人々の平等、受容、尊厳に向けて社会を動かし続けるべく決然と活動する先駆者の一人だと呼んだ。リゾは、プラスサイズの体を肯定的に捉え、自信を持って活動する人物として、称賛を受けている。ボディポジティブのアイコンとして評価されている。体型の語り方を変え、自身のような大柄な女性が前に出る機会を作ったということについて、リゾは、ソーシャルメディアとインターネット一般が役立ったところもあると考えている。2020年1月5日に、リゾはツイッターの使用を中止し、やめた原因は嵐が多すぎるからだとしている。リゾは体型に対する攻撃の対象となっており、その気になったら戻ってきますと述べている。リゾは自分のメンタルヘルスやキャリアにこうした事柄がどう影響するかについて、非常にオープンに語っている。リゾは、チャーチ・オブ・ゴッド・イン・クライストの教会に通って育った。2020年6月、TikTok で自身がビーガンだと述べている。リゾの音楽は主にヒップホップを取り込んだものであり、ソウル、R&B、ファンクポップなどのジャンルも組み込まれている。リゾが影響を受けたアーティストは、ミッシー・エリオット、ローリン・ヒル、ビヨンセ、ダイアナ・ロスなどである。2018年のインタビューで、リゾは、私はいつも歌手になるのが怖かったんですけど、ローリンヒルを聞いたとき、多分これならどっちもできるかもみたいなことを考えたんですと述べ、さらに、デビューアルバムは、ラップして、歌って、政治的でもあるという点で、ミスエデュケーションに影響を受けているとも言っている。スタジオアルバム、ありがとうございます。